アクテリクスの買ったもの、手放したものを紹介します。こんにちは、ダイナソーです。ご視聴ありがとうございます。今回はアクテリクスの買ったもの、手放したものを紹介しますということで、実際に購入して、あ、やっぱりこれはいいな、これ最高だなと思って長く使っているプロダクトもあれば、いいと思って買ったけどよりベストな選択があるんじゃないかなと思って手放したプロダクトもありました。もちろん買って使ってみたからこそ分かることや、結果手放した経験にも価値があると思っているんですが、とはいえアクテリクス全体的に価格が高いので、ポンポンといくつも買えないですし、後悔のないプロダクト選びをしたい、自分にとってベストな選択はどれなのかって迷うところも本音だと思います。お金も時間も有限ですし、気になったものを全部試すっていうわけにもいかないと思うので、これまで買って手放した経験を通して、目的に沿ったプロダクト選びをして、取捨選択をして大事な要素を抽出することで、現状めちゃめちゃ快適で、もうこれ以上欲しいプロダクトがないっていうような状態になっています。買ったものを手放したものってことで全部で5点ありますので、参考になると嬉しいです。このチャンネルではミニマリスト×ディスカバー発見の掛け算をテーマに、服、カバンの中身、デスク周りの生活を良くするプロダクトを紹介して新しい発見をお届けしています。毎週金曜日の20時に新しい動画を出しています。現在チャンネル登録者数1000人を目指して活動していますので、動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。ということで本編いってみましょう。はい、自分が一番最初に購入したアークテリクスのプロダクトはこちらのアトム LT フーディーですね。保温性のある中綿を使ったフード付きのジャケットです。購入した目的は冬用のアウターが欲しかったっていうところで、それまで使っていたアウターがだいぶへたっていたので、確か2019年の秋頃に購入したと思います。アトム LT フーディーは自分の中でアウターの概念を変えてくれた一着だと思ってまして、これまでの冬用のアウターのイメージは着用していて重たい感じもありましたし、かさばってクローゼットのスペースも取るようなイメージでした。しかしアトム LT フーディーはいい意味で正反対で、非常に軽量ですしコンパクトにもなって、アウターとは思えないようなしなやかな柔らかい着心地になっています。最近は自分が慣れてしまってちょっと当たり前になってきているんですが、本当に出かけるのを楽しくしてくれる一着だなと思います。はい、続きまして買ったもの2点目がマカ2というモデルのボディバッグです。現行品はモデルチェンジしていてマンティス2という名前になっていると思うんですが、基本的な性能は一緒ですね。こちらも本当にちょうどいいサイズのボディバッグで非常にお気に入りです。購入の目的としてはバックパックを持っていくほどではないんだけど、手ぶらだとちょっと荷物が持ちきれないなという時に使っています。あとは夏場にバックパックを使うとどうしても背中に汗をかいてしまうので、コンパクトなボディバッグだったらいいんじゃないかなということで、2020年の春頃に購入しました。こちらはセレクトショップのオッシュマンズの限定のカラーですね。このバッグの価値っていうところで言うと、手ぶらとバックパックのちょうど中間を埋めてくれるような存在っていうところですね。例えばこういった形の水筒だったり 500ml のペットボトルだったり、手ぶらだとちょっと持ち歩くのがしんどいなっていう時にこちらのバッグがあると非常に重宝します。バッグの裏側には専用のスマホポケットもついていて、こんな感じでさっとスマホを収納することができます。手ぶらとバックパックの中間を埋めてくれるっていうところで非常におすすめのボディバッグになっています。はい、続きまして先ほどのマカ2と同じタイミングで購入したのがアロー22というモデルのバックパックです。こちらは手放してしまって今手元にはないんですが、アークテリクスの定番ロングセラーの防水のバックパックです。購入の目的はメインのバックパックとして、通勤もプライベートも一つでこなせるバックパックが欲しくて購入しました。カラーリングはマカ2と同じでオッシュマンズ限定のモデルを購入しました。最初はとにかく気に入っていて、使っていて非常に安心感のあるバックパックでした。防水仕様ということで PC などのガジェットも安心して持ち歩けましたし、 PC を収納するための専用のスペースもありました。あとはバックパックのサイドにこんな感じで入れられるボトルポケットも左右についてましたし、使い勝手は良かったですね。あとは肩紐のパッドがめちゃめちゃふかふかで、背負っててすごく肩が疲れにくかったのを覚えてます。それぐらいいいバックパックだったんですが、手放した理由としてはいろいろ持ち運ぶものが増えてちょっと容量不足になってしまったっていうところですね。いやー、これはミニマリストとしてあるまじきだって言われてしまうかもしれないんですが、当時は PC に加えてキーボードやトラックパッド、あとはジムに行く時の着替えとかも入れていたので、ちょっと容量的にどうしても足りなくなってしまって買い替えたっていうところですね。買ったタイミングからやりたいことが増えて持ち運ぶものが変わってしまったので、まあ仕方ないんですが、自分のユースケースだとちょっと容量が足りなかったっていうところですね。表記の容量としては22リットルなんですが、特殊な形状をしているので実際はそこまで入らないかなっていう印象です。持ち運ぶものが本当に少なくて、あの個性的な見た目がいいよっていう方には非常におすすめなんですが、容量だけはちょっと注意かなっていうところですね。
はい、その次に購入したのがスコーミッシュフーディーというシェルジャケットです。こちらも手放してしまって今手元にはないんですが、一言で言うと非常に軽量でコンパクトに折りたためるウィンドシェルですね。買った目的としてはオールシーズン使える軽量なアウターが欲しかったっていうところですね。本当に軽量コンパクトで、着ていても持ち運んでいてもいい意味で存在感がなくて、多少の雨風ならしのげるっていうところで心の担保になるようなプロダクトでした。こちらも購入したのが2020年の春、梅雨前だったと思うんですが、梅雨時や夏場なんかもこちらのマカ2に入れて持ち歩いていました。重量 140g ということで本当に軽量で、折りたたむと非常にコンパクトになるので、カバンに入れておいて使わなくてもノーダメージっていう感じでしたね。すごくいいプロダクトには間違いないんですが、手放した理由としては最後に紹介するあのゴアテックスアイテムと役割が被ってしまったっていうところですね。もちろんスコーミッシュフーディの方が優れている点もあったんですが、スコーミッシュを使うユースケースを全てゴアテックスジャケットで保管できるんじゃないかということで手放しました。はい、最後5点目ですね。一番直近で購入したものがこちらのゼータ SL ジャケットです。自分の YouTube では買ってから何回紹介するんだよっていうぐらい紹介してるんですが、街で使う分にはまさにどんな天候でも対応できるようなシェルジャケットです。購入の目的としてはスコーミッシュフーディの性能をさらに上回るゴアテックスのジャケットが欲しかったっていうところですね。そんなに頻度があるわけではなかったんですが、どうしても急に降ってくる雨だったりとか、あとはより高い次元で風にも対応できるジャケットが欲しかったっていうところで購入しました。結果としては想定以上っていうところで、またもやアウターの概念が変わりましたし、より出かけるのが楽しくなったなっていうところですね。自分が感じる価値として、アトム LT フーディーと同じこと言ってて、語彙のバリエーションがなくて申し訳ないんですが、でも本当に心からそう思います。多少価格は高いんですが、やっぱりゴアテックス素材ってすごくいいなって思います。本当に雨にも負けず風にも負けずっていうところで、これは昨日アークテリクスを紹介してた YouTuber の拓蔵さんが言ってたセリフのパクリなんですけど、でも実際に着てみて本当にその通りだなっていうふうに思います。要するにどんな天候に見舞われても対応できるっていう安心感があるよっていうところですね。価格は 44,000 円ってことで高価なんですが、それに見合う価値のあるジャケットだと思います。はい、ということで今回はアークテリクスの買ったもの、手放したものを全部で5点紹介させていただきました。先週もアークテリクスの動画を出して2週続けてになってしまったんですが、すいません、前回の動画が予想以上に伸びたので今週もあやかってしまいました。視聴者様から非常に嬉しいコメントいただきまして、同じプロダクトの紹介でも好きな方は何回でも見るので楽しみにしていますということで教えていただきまして、これが自分の中で新しい発見で、何回も紹介すると飽きられてしまうんじゃないかなと思っていたんですが、紹介の切り口を変えることで新しい発見につながることもあるんじゃないかなと思って、またアークテリクスの動画を出させていただきました。勇気の出るコメント本当にありがとうございます。他の方のコメントでも本当に自分がいろいろ教えていただけて、こうやって YouTube で発信をすることで自分が一番勉強になってるなと思います。本当にありがとうございます。動画の感想やおすすめのプロダクトなどまたコメントいただけると嬉しいので、またよろしくお願いします。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。面白かった、参考になったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。